皆さんこんばんは。昨日はですね、もう以前からこの会の皆さんとかいつも来ていただいている皆さんに、勇気をもらいまして、あのような場で、ちょっと現状について突っ込んでみました。今日森さんの方からはですね、安藤忠雄さんと内藤さんについて何か言えということなんですけど、今映してますように、本当はこれ審査員の方ってあのお二人じゃないんですよね。で、どんな審査員の方々かちょっと今日はもう一回確認してみようと思って、作ってきました。次お願いします。で、鈴木宏之先生、実は鈴木宏之先生は今年お亡くなりになったんですけど、日本の建築歴史家の方では重鎮と言われる方で、東京駅の保存改修なんかは中心的な役割をされてた先生ですので、実はこの新国立競技場問題もですね、なぜ鈴木先生がいらっしゃってこういうことになったのかなという、そういう本当に疑問が残ってます。次お願いします。で、安藤さん内藤さんばっかり目立ってて、他の先生のこと皆さん知らないと思うんですけど、この岸井先生はですね、都市計画学会の会長という、これまた重鎮の方で、都市計画についてのご専門の先生なんですが、今牧先生たちが示してらっしゃる道路と周辺敷地の関係なんかも本来でしたら一番よく分かってらっしゃる方でしょうし、都市計画の変更のプロセスのいろんな手続きについても本当は重々分かってらっしゃる方だと思います。次お願いします。で、これが問題の内藤博さんです。昨日もですね、終始のらりくらりと尊大な態度を繰り返し、本当に僕内藤先生はですね、学生の時に内藤先生に教えてもらってる教え子なんですね。で、僕この先生よく知ってまして、もともとの内藤先生のお考えとか、そういったものとですね、今見ると全く別人のような方になってしまっています。で、ここでもそうですけど、これ YouTube に公開されている動画の中で、技術的には可能でしょうけど、ただコストは知りませんよと無責任な発言をなさっております。昨日もそうでした。次お願いします。で、もう一方ですね、建築系の先生までいらっしゃいます。安岡先生、この方は建築の音響のご専門なんです。で、先ほども屋根の問題ありましたけれども、シーシュマクですか、ビニールの屋根、これ遮音性全くないんですね。で、そういう意味でも音響環境のそういうご専門の方いらっしゃって、本来でしたらあそこでコンサート開きたいので、音響的な配慮したいということで呼ばれてるはずなんですけど、そういう音響学の権威の方が全く音を止めることができない屋根も見逃してらっしゃるというのが実情です。次お願いします。で、スポーツの、これ名前ちょっと違ってますね、小倉先生ですね。サッカー協会の会長です。次お願いします。で、徳田俊一さん、ピンクレディーとかで有名ですよね。次お願いします。で、JSC 理事長、理事長は当然ながら政治さんの立場になるんでしょうから審査に参加されてますけれども、そういった意味で、建築とか施設のご専門の方ではないですけど、理事長はいらっしゃいました。で、次お願いします。で、昨日問題のですね、国民一人当たり居酒屋で1980円飲めばいいじゃないかとおっしゃった、構造の和田先生です。和田先生はですね、建築の構造ではですね、免震とか耐震の権威の方なんです。ですから、本来でしたら建物の、そうですね、地震に耐える建物をどう作るかということがご専門で、今回のような新国立競技場のような大型施設の設計、新築の設計とか本来得意な先生ないと思うんですけども、ちょうど建築学会の会長をしておられた関係で、おそらく、審査の中に入られているんだと思います。で、昨日の無駄撲滅の時にも、和田先生審査なさったんですかとお聞きしましたら、いや僕は審査してないよと、決まったものができるかどうかって聞かれて、できんじゃないのとお金かければと答えたという、そういう先生です。で、次お願いします。で、これが世界の安藤忠雄さんです。今回ですね、安藤忠雄さんはコンペにしようっていうところから始まって、要項を作るところから審査の過程から何もかも安藤先生関わってらっしゃるんですけど、ほとんど公の場にお出にならなくって、いまだに沈黙を保ってらっしゃいます。で、非公開って言われた JIA と JSC の、意見交換会ではご出席なさったようなんですが、とうとうとご自分の説を述べられて、もう来ないぞっていう一言残して帰られたというふうに聞いてます。で、以上のようにお偉い先生方がいっぱいいらっしゃるからなのかもしれませんけれども、わざわざ僕しか物言えないんじゃなくて、本来でしたら皆さん
誰でもこういう問題って気づいてらっしゃるんでしょうから声を上げられると思うんです。でそのために僕はいろんな方にこのことを知っていただきたいと思って皆さんに専門的な知識を分かりやすくお伝えしてきてますし今後もお伝えしていきたいと思ってますのでぜひよろしくお願いいたします。